丹東市は中華人民共和国両寧省南部に位置する地球市。王力港を隔てて朝鮮民主主義人民共和国と接する国境の町である。旧名は安藤。朝鮮族が約2万人居住している。中朝貿易最大の物流拠点であり、その7割以上がここを通過すると言われている。北は両寧省本慶市、西は安山市。 大連氏と接し、東は王緑港を隔てて北朝鮮新伊樹特別行政区と対する。王緑港には中朝有効橋がかかる。南は西朝鮮湾である。古代には高栗の領域であり、東の高栗征服後は安藤と五府に属した。近代にバーソク風呂となり、現代にもバサフが置かれた。新朝は満州での肝心入植を禁止する。 風禁政策を取ったが、1874年に全面的に解禁し、1876年に安藤県を設置した。安藤港は1903年に対外開港し、黄力降水運の発達により流域の物資集散地として発展した。1931年に満州事変が勃発すると、直ちに日本軍に占領され、 満州国は1934年安東省を新設安藤県を省庁とした。1937年安藤県は安藤市に昇格している。この時代には多数の日本企業が安藤に進出した。1945年日本の降伏後は中国共産党軍が接収し、朝鮮戦争では中国人民義勇軍の平坦前線となった。 1965年、安藤氏は丹東氏に解消された。2010年8月21日、応緑向上流における集中豪雨のため河川は氾濫。5万人以上が避難したことが伝えられた。三市勝区、に、研究、市、一時知見を管轄する。両党省、安藤氏両年省、安藤氏、安藤線区両年省丹東氏29の民族が、 存在するが、古くから住んでいる民族は、漢族、満州族、海族、朝鮮族、モンゴル族、シベ族などである。北朝鮮との国境に位置することから、少数民族の中では、朝鮮族の影響が、最も強く、標識や商業用の看板など至るところに、ハングルが併記されている。また朝鮮料理、韓国料理の店も数多い。朝鮮族の児童が通う、 民族学校も存在する。満州族は人名、言語、外見、風俗などが多数派の漢族と変わらないため、その存在はほとんど目立たないが、自然体の総人口の30%以上を占めている。また、担当周辺は満州族の主要な個地の一つでもある。海賊は人口約1.8万人。海賊及び イスラム教徒が丹東周辺に流入したのは民末期から新初期と言われる。海賊は飲食業に従事するものが多いため、丹東にはイスラム教徒専門の精神料理店も多く存在する。丹東のモスクは以前は中国人風の様式であったが、2004年に老朽化のため取り壊し、新たにアラブ様式の寺院が建てられた。 担当中心部より1 4トルの東港市に担当老島空港があり、1985年4月開港。北京、上海、成都、新鮮、サンアなどの国内線空路がある。市中心に担当駅があり、新洋との間を結ぶ路線がある。平壌と北京を結ぶ国際列車 K27、28時列車の経路でもある。 2011年から丹大都市間鉄道の建設が始まり、2015年12月に開通した。全長は2 9 2トルで、設計速度は毎時2 0 0キロ主要道路は G21 国道と G304 国道。高速道路は、新洋との間が2002年に、大連との間が2005年に開通した。丹大高速には、 省がサービスエリアと担当サービスエリアがある。大連の外線広場から高速バスが1日8往復、大連町と議社総談からミニバスが1日16往復出ている。所要時間は高速バス4時間、ミニバス6時間。新洋からは高速バスが1日少なくとも19往復、長春などとの間にバス路線がある。なお、北朝鮮。 平壌間に1日1便国際旅客バスが運行しているという北朝鮮への道路、鉄道、王力港大橋2011年から新王力港大橋が建設され2014年秋に橋と中国側の道路が完成したが中朝関係の悪化により北朝鮮側の道路が着手されず完成のめどが立っていない現在の王力港大橋の下流8キロ 担当の新開発苦労頭と新ウイジュの南の立川を結ぶ、韓国のインチョン港との間をほぼ確実でフェリーが往復している。担当新区が新港区の並頭付近に建設されていて、ここに政府の引っ越しも終わっている。ここは景気計測器産業区、ソフトウェア産業区も建設予定で、担当労働空港へも近く、 北朝鮮へ新能力港大橋も建設中で、北朝鮮との共同作業が進む大門壺にも隣接している。この計画は、両年省の5.1線計画に沿って、さらに下流の東港にある高校工業区へ続いている。高配置で農業が行われ、航海では海産物の採取が盛んである。担当航海バスなどの自動車産業、自動車部品産業、 景気、計測規制造などが盛んである。市内の王力高公園、古山頂上など、郊外の鳳山などへの観光が有名である。中国から北朝鮮への出入国の多くは、担当市から行われている。担当広域市、ありがとうございます。